どうもこんにちは、塾の久保です今回の「気になる男」シリーズはちょっとイラストをね紹介しようかと思うんですよ、えー、とってもね可愛らしい今風のイラストがこう華やかに描かれてるわけなんですけどもまあ、これはね実はねスマホアプリで作った絵なんですよで何を描くそう今回紹介する絵っていうのはね私が全部作ってるんですよでこの2人の女の子のイラストもそうです ちょっとね可愛らしい今風の萌えがっていうね秋葉系みたいな感じですよね、えー、右側なんてのは裏に雪の結晶が映っていたりとかでっと左側はシャンデリアの下で踊るアイドルさんみたいな感じですよねこういったイラスト私は絵の心得は全くありませんしパソコンで絵を描くペイントソフトとかはねほとんど使ってません、えー、でもこういうのがなんとね文字入力だけで今できちゃう時代なんですよ 文字入力もいくつかのキーワードをポンポンポンと入力するだけですでこれがね AI アートっていうやつなんですけどもすでに人間の手がいらなくなっちゃったんですよねでこの絵もディテールを変えようと思ったら文字を入力するだけもしくは変更するだけなんですよその文字キーワードを今呪文って呼ぶらしいんですよね非常に簡単ですだからこういう風な説明を受けるとじゃあ自分もやってみようかなっていう風に人の気持ちを動かすことができるんじゃないかなと思いますじゃあですね この AI アート私6月から始めたんですけどもその頃どんなものが私としては作れていたのかをちょっと紹介してみますね当時はこんな感じでしたちょっとなんか不気味というかね妖怪みたいな感じしますよねでこれはまあ割とアニメっぽく描いてますけどもこれも私が作った AI アートです正確に言うと私が指示してスマホアプリが作ってくれたんですけどもね こんな感じで進んでいきます。ちょっとね、あの、ディテールっていうか、目の表情とか気持ち悪い感じしますよね。全体的には雰囲気伝わるんだけども、なんだこれはみたいな。妖怪じゃねえかみたいな。下の文字なんてのはもう文字じゃないですよね、これね。これもなんとなく雰囲気わかるけども、なんだろうって感じがします。まあ、こういった、まあ、えがっていうかイラスト、アニメーションみたいなのをこう作っていくのと、あとね、こればっかりじゃないんですよ、私がやってるのは。何も。えー、例えば、これ見てください。えーと、 これもスマホ別で作ったんですけども夕暮れ時です。これも夕暮れですね。まあ、これはね、ある惑星の夕暮れっていうテーマで書いてますで。油絵タッチとか水彩画タッチとか筆画とかいろんなイメージで書いてます。SF タッチとかね。こういうのもありますしあとそうですね、別のサンセットはこんなのどうでしょうか。都市とサンセットです。ね、なんかこうビルが よより具体的に見えででしょこれ全て AI なんですよ私は筆1本使ってませんしカーソル1つ動かしてません文字入力だけなんですよ文字も何百も打ってるわけじゃなくてせいぜい5つのキーワードか10個のキーワードぐらいですよで私の好きなのはこの絵なんですよね田舎町みたいな感じこういうのとかちょっと空が暗闇に包まれてますねこれなんて人物が出てきて本当に 田舎の住民をちょっと取るよ。みたいな感じで撮ったアットホームな感じになってます。こういうの好きです、これも嵐が迫ってくるような、ちょっと不気味なやつです。まだまだイラストはあります。そうですね。タワ塔ってのはどうでしょうかね？不気味な塔があります。悪魔が出てきそうです。はい、宇宙船はどうでしょうか？こんな宇宙船を描いてみました。宇宙空間に漂うスターシップです。 なんか SF が始まりそうなそんな雰囲気しますけどねどうでしょうかあとはね都市惑星ってていいうテーマで書いてるのもありますこれもどっかの惑星で私がちょっと旅をしてきた思い出話をねなんか小説の写真みたいにやってるとこですさまざまな惑星に行ってきたよみたいなね話ができるんじゃないですか、まあ、このイラスト一枚一枚に私はドラマを当てはめたりとかこれをまあね一枚一枚商品化したりとかね するわけなんですけどもこれの AI アートっていう市場は最近できましたで昔はこういったイラストって創作力があってそれを表現する画力が必要だったりツールを使うパソコンのツールを使うようなね、えー、そういった技術が必要だったと思います場合によっては専門学校とか行ってたと思いますけども今は絵の心得がなくても頭の中になんとなくのイメージを作れるだけでもそれを文字で 指定するだけでそれに近いものをこうやって表現できてそれをねお金に変えることができるんですよこうなると頭の中で思い浮かんだものを全てお金に変えるみたいなことになっちゃうんでまあ、お金の価値ってもだいぶ変わってきますよねこれにはまあ動物たちも出てきますで右側にはパワードスーツ着ているなんかね不思議な生物がいますよねこれにもいろんなイマジネーション湧くと思うんですよ、まあ、これは未来都市みたいな感じですよね、はい、これもちょっと穏やかな地球に似てる環境です さあ宇宙空間から地球と火星を見てるところかそれとも別の惑星ショーねこれはねはいいろんな世界観が表現できますこれは宮殿でしょうかもう私自身も分かんないですよ何なのかでもこれに合わせて自分がまたねイマジネーションで作った AI アートにイマジネーションを重ねていって別の世界を展開していくってこともできるわけなんですよこれはね波ですね海をずっとイメージして描きましたこういうのと もう重力とか引力とか全く関係なくて海の上に海があるみたいなそんな図もできるわけですよこれもそうですねおおよそ私たちが想像もしなかったようなパラレルワードをここに引き込んでくることができるんではなかろうかと思います船ってのはどうでしょうか船をイメージして書いたのがありますこれはまあ日本でもああっていうかタンカーですよねでもこれなんか波打ち際をすごく浅瀬を走ってるタンカーのように思いますけどもでタンカーにしては旅客船みたいな何ていうの 客席が多いみたいなんで、もしかしたら豪華客船なのかもしれません。これは昔ながらのね、大航海時代ですよね。こういったものが今商品になって売っていけるってことなんですよ。まだまだ見せたいんですけども、この辺にしていきましょうか。はい。一体これによって私が何を言いたいかっていうと、お金を稼ごうと思ったらね、こういう道が次から次へと開かれているってことなんですよ。 それに対して、自分の思いをお金に変えるための行動を移せるかどうかっていうのと私がその人に動機づけてねあれ何それそんなアプリがあるんだだったらやってみたいなっていうふうに私が表現し続けることでこの絵を販売することをね続けることによって購入者が今度販売者になるわけですよね。 だから YouTube を通じて私いろんな情報を発信してますけどもその情報発信に気にって止めてくださって即可塾に入ってくださって最初は学ぶ立場なのに今度は商品を販売する立場とかねしまいには人に教える立場になっていくと、まあ、そういった世界が今目の前にあるわけですよね私たちの目の前にでいろんな気になることを現実化していってその現実化したものから 資産を、時間とかねお金っていうのを取り出していける世界なんで是非ね自分の中にいろんなものが溜まってると思いますんでそれを吐き出していきましょうとそのプラットフォームとして YouTube を選ぶっていうのはとってもセンスのいいことじゃないかなと思って今回の放送に返させていただきました、えー、それではねあのこの AI アートの数々を見てあ自分もちょっとやってみたいな教わりたいな 販売しないまでも趣味にしてみたいなって方は、ぜひね、お問い合わせください。私もこの6月に始めたばかりで、しかも、最初のうちはね、面白くって毎日やってましたけども、最近はそこまでハードにやんなくてもね、あの、いろんなものができるようになりました。本当に素晴らしい世界だと思います。お問い合わせお待ちしております。それでは、気になる男シリーズ、次回も、タカさん、よろしくお願いします。